私の気持ちも時々矛盾ですね。自分が日本国好き、日本人が好き、日本文化が好き、でも時々技能実習生たちの相談を聞いてですね、なんか職場で日本人からいじめ、暴力、暴言、低賃金、それから殴られ、聞いたら私もびっくりしました。もう相次いで亡くなった若い子たちいっぱいいる。栄養不足、それからリラックスではない、ストレスで固まった環境、それから相談できない。実習生、留学生、また元実習生たちは貧困者と言ってもいいと思います、うんうん。たくさん農家の方とつながって、白菜、キャベツ、それブロッコリー、トウモロコシ、さつまいも、いろんな野菜で寄付していただいて、そして私が困っている方に届ける。彼らはこの食料をいただいて、ああ自分の周りに温かい人いるなっていう思うだけでも、まあ、気持ちをすごい緩んで幸せになっていくと思いますね。今日本社会の中に外国人労働者、ある定住者たくさんいるんですね。地域の皆さんとの連携があれば、それすごくありがたいですね。ですから日本政府、日本の国民の皆さんから手を伸ばさせてほしいです。